いしゃべりすぎゲームへようこそ。はい、いらっしゃい。はい、どうも。2016年最後のしゃべりすぎゲームになりますので、今週はね、今週遊んだゲームだけじゃなくて、今年遊んだゲームとか、まあ、今年話題になった話とかしたいなと思ってます。ダニエルです。はい、クラベです。お久しぶりです。そうですね。僕、野口です。はい、今井です。よしよし、話したいこといっぱいいっぱいいっぱいありすぎて、もう話しましょう。はい、ね、さらっとじゃあ今週遊んだゲームちょっとだけやるって感じ。そうですね、そうですね、じゃあ今井さんから。あ、俺からですか。はい、今週は、まあ、先週発売するゲームで言ってたやつを速攻買いましたんで、シャンティの新作を、はい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 、ハーフジーニーヒーローというやつを買いまして、うん、途中までやってましたけどまあこれなんか結構評判いいっすよね。あのね、ちょっとこれ正直に言うと、今回IGN では海外のレビューを翻訳してレビューの、はい、載せましたけど、はい、少し後悔してるっていうのは一つあるのは、まずローカライズ残念ながらあんまり良くない。あ、でもすでにされてるんだね。もちろんされてる。今回はしっかりと日本でパブリッシュする予定もあるから、いや、されてるんですけど、残念ながらね、良くないですよ。あんま良くないんだ。ただシャンティってやったことない、ある、僕ありますよ。あのゲームってちょっとね、難しいんですよ。ノリが、ノリがノリがノリ、ね、なんかすごくふざけてるんだけど、うん、ここを笑うとこなのかなんかよくわかんない会話が多くて翻訳がすごく難しい。あ、それ難そうだね。じゃあそういうところでちょっと落ちた。そういったところもダメなんだけど、でもそこだけじゃなくて、問題はなんかね、やっぱりね、謎解きに関わるところが訳数のちょっとミスっちゃったりして、そのせいで迷う。それはひどいな。結構それはちょっとプレイできないレベル。ちょっとね、プレイできないまでいかないけど、まあ、翻訳によって、どこのことってなっちゃうところあって難しいです、ね。それは微妙だね。だからその直してほしいですね。あとはまあ内容もまあいいんだけど、僕はね、ちょっとね、ちょっとダメ出ししちゃいたいところあるよ、ね。どこですか。特にあとあのゲームは基本的に 2D プラットフォームのすごく伝統的なスタイルなんだけど、やっぱり今ってさ、なんかそのメトロイドバニアとか流行ってるじゃん、うん、探索要素とか、うん、それをね、下手に入れようとしてるところがあって、なんかめんどくさいなるほどね、ま、迷わせる。あんまりそういう要素がプラスになってない感じがする。そうそうそう、迷わせるっていうか、一回行ったステージをなんかもう一回アイテム取りに行き、もう一回行くんだけど、その時のプレイがちょっとつまんないっていうか、どうせなんか行ったステージじゃん。僕はもっと単にあのゲームね、演出とか面白いし、ボスとかね、すごいふざけてて面白いですよ。巨大な人魚と戦ったり、巨大な人魚と戦ったり、巨大なナメクジと戦ったり、バカみたいなさ、そうそう、ね、ボスがいて、そういうのは面白いんだけど、なんかその探索部分がちょっと、確かにそのメトロイドバニアというコンセプト自体はすごくね、こうちゃんとやればめっちゃ面白いんだけど、そんな簡単じゃないもんね。そうそうそう、メトロイドバニアの良さって結構説明しづらい部分あって、あれってなんかさ、演出が素晴らしいわけじゃない。はい、次今週はそんなゲームもう時間すぐになくなると思う、はい、あっという間あると思うんで。はい、じゃあこれでいいよ。はい、次じゃあ次、はい、はい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 、はい、僕ですか。僕、まあ、いろいろやってるんですけど、1個だけあげれば、サガスカーレットグレイ、あ、グレイス、グレイスかを遊んでます。すごい今すごい楽しんでますね。4人主人公いて、そのうちの1人のまだ1周目なんですけど、基本的にワールドマップを練り歩いていくようなゲームで、街とかダンジョンとかは基本的に入れないんですよね。そうなんだ。イベントがあって、なんか街の集落がポッと出てきて、それに入ってなんか会話するとか、家事やるとか。あ、そう、街歩いたりというのはないではないです。もう1枚でパッと出てくるぐらいで、ね、でダンジョンも、まあ、そんな感じで、ダンジョン入ったら戦闘が始まるって感じで、ランダムエンカウントはないんですよ。決まってるんです、ダンジョンにはこの敵がいる。ある程度決まっていて、なんかだからボードゲームみたいな感じで遊んでますね。だ、それがなんか新しくてすごい面白いです。その一番面白いポイントはそこなんですか。いや、でも戦闘ですね。戦闘が一番面白いのはやっぱ戦闘ですね。むずい、サガらしい。あ、難しくなってると思います、今までより、うん、難易度は多分今までそんな変わらないんですけど、普通の単性でしょ、それともなんか何か特別な、若干違いますね。変則単性みたいな、変則ですね。コマンドごとに、スキルの技ごとに、プレイヤーの行動順が変わるんですよね。だみんなここにプレイヤーが先に来ていて、敵がいるんですけど、なんかスキル選ぶとここの順序が変わってしまったりして、そういうところ考えながら戦闘していく感じで、なんかすごい斬新ですね、その部分は。なるほど。でそれは今までのサガシリーズとも結構違う、違います、ね、ちょっと違うね、うん、なんかまあそういう複雑なシステムは毎回あったけど、うん、であと今回いいのはチップスがすごい豊富。ああ、チップス、うん、
あの初心者向けというか超豊富ですね。でもそれでも分かんない人は分かんない。分かんない人だけどね。もともとあのゲームってどこ行っていいかよく分からないんでしょ。まあもともとあのゲームは難しい、うん、そうですね。今回結構あの一本道っていうかリニアな風になってますけどね。ただそのなんかサブクエストやるかどうかみたいなあれはあるでしょ。分岐ありますね。分岐はたくさんあります。いろんなイベント起きますね、うん、でも一本道で遊びたい人は遊べる。いけますね。もう無視してばーってなんかね、うん、あのそのでゲームデザイン自体はね、あのむしろフリーゲームみたいなのあって、ノンフィールド RPG って言われるジャンルがまあすごいある、うん、つまりフィールドマップがない。ああ、ないんだ。そう、だからノベルゲームみたいに話が進んでいくけど戦闘はあるみたいな。あ、まあ、それに結構似てて結構面白いなと思って。なるほど。僕もやってみたいね。はいって感じです。はい、僕はですね、一つだけ挙げるとすれば、スーパーファミコンのスーパーパンチアウトを今更発売から20年後にあのハマってやっております。で、あの初めてじゃないでしょ。ほぼ初めてですね。そうなの？うん、あのちょっとこう友達の家にとか子供の頃遊んだりはしましたけど、ちゃんとやってるの初めてですね。で、あの僕自分で格闘技もちょっとやったりするんですけど、シンプルな割にすごいね、本当に戦ってる感じがするっていうのが面白くて、あの普通の格ゲーっていろんな技があるじゃないですか。でも人間ってそんな能力がないから、普通の人間ってパンチ一つ二つぐらいで角度をちょっと変えるぐらいしかできないんですよ。主人公もそうなんですよ。うまくタイミングを計らって避けて返すとかっていうのがすごいね、こう本当に自分が実際に戦ってる感じにさせてくれるっていうので、僕はすっごいねこう夢中になってやってます、ね、なんでそれをやり直したの？あのね、なんかちょっとね 3DS でなんかバーチャルコンソールで面白いのないかなと思って。あ、なるほど。そうそう、で、あ、これやったことねえなと思ってダウンロードしてみようっていう。本当に、まあ、最近あんなに龍が如くセックスをやりまくってるからがあのそのあのパンチアウトのあの格闘の方がなんか面白いね。という感じあの龍シックス、まあ龍が如くシリーズ全体のバトルシステムは結構そのまああれだよね、要するにボタンを押しまくればなんとかなるという。そうそう、すっごいうるさかったもん、プレイしてる時もうパパパパパパってでしょ。そうそうそう、ずっと連打してる。ずっと連打してりゃいいんで。そうじゃないんだよね、本当に一回一回どの瞬間に攻撃ができるのかできないのか、いつ敵が攻撃してくるのかっていう緊張感が、うん、ものすごくよくできてますね。ダークソウルだね。そう、だ本当にあの失敗から学ぶ系ですよ。あ、このカウンター、この攻撃が来た時にこうカウンターしなきゃいけないな、あ、今来たって本当にその、まあ、暗記ゲーでもあるし、ダークソウルみたいに失敗から学んでいく過程が楽しい。じゃあ次の龍が如くはダークソウルシステムもありかもしれないけどね。え、皆さんやったことあります？スーパーパンチアウト。いや、昔はもちろん。僕はねえな。ない。スーパーパンチアウトってさ、パンチアウトはもともとあった、まあ、ファミコンで、ファミコン版やった気がする。ファミコン版、はいはいはい、まあすごく楽しくやっておりますというぐらいです。はい、はい、私今週ほとんど遊んでるっていうのは忘年、スーパー忘年会メーカーって何それずっと忘年会忘年会なんで、あんまりゲームはすぐ時間なかったんですけど、まあ トリコの鈴木ぐらいかな。はい、でトリコに関してはね、後で、あ、そうそうそう、ネタバレなんとか、ネタバレ放題、そうですね、動画、別の動画撮りますので、はいはい、ぜひご期待ください。今特に言いたいのはそんなにないんですけど、まあ一つだけ、まあイライラするほど操作のめんどくさいところまでにずっと積んじゃったんですね。とあるポイントで、僕も全く同じところで、どこなのかはさておき、ものすごいね、こうもう虜にやってほしいことは分かってるんだけど、うん、それをやってくれない。で、それをやってもらうために30分以上かかったりする。厳しいな。30分ならまだ、まあ、私さん20分ぐらいかかったんですね。あのパズルはもうどうやればいいか分かってる。そうそうそう、全然分かってないけど進まないっていうのはすごいんですよ。楽しくやってますけど、そうね、はい、そうそうそう、はい、はい、じゃあどうしよっかな。今年のニュースと今年、まあ流れで、じゃあ今年一番遊んだゲームとか印象になったゲームとかに関して、はい、まあね、一人、まあ3本ぐらい、3本ぐらいピックアップしながら行こうか、はい、3本か、結構多い、結構多いですね、まあ、あんまり細かく話さずに、と
とりあえずちょっとね話してみて、はい、時間を見ながら話しましょう。じゃあこの流れ でそれはちなみに今年発売されたゲームじゃなくてもいいし、何でもいいんでしょ、ね、もう今年も何が、ね、楽しかったのか、日本国内版まだないとか、そういうところも全然オールフリーなんで、うんうんうん、逆にスーパーパンチアウトとかそういうものでもいい。スーパーパンチアウトから始めようかはい、はい、分かりました、じゃあ僕から、はい、あまり考えてなかったからすごく出しにくいけど、とりあえず最初に出すのはあれかな、うん、今年やっぱり印象だね、印象では一番マックスで、記憶に残ってるのはアクションムバージ。ああ、はいはいはい、まあ、何度か出してるけど、今年っていうか去年出た、メトロイドバニアですね。それこそ、うんうんうん、見た目はスーパーメトロイド、そうだよね、中身もスーパーメトロイドもうはっきり言ってもそうなんだけど よくできたメトロイドバニアってことだよね。まあ、まあ、よくできた、そうね、スーパースーパーよくできた感じだから、正直あのメトロイドよりよくできてるんだけど、マジで。それはそうでしょ、まあ、今作ればよくなると思う、うん、まあそうだよね、それはそうだよ、ね、で、まあ、日本語あります。これが日本語版が出たのが今年なんで、僕はあの昨日、あの去年じゃで英語版で1回プレイして、その後日本語版でクリアして、日本語版は 100% クリアっていうか、全てのメトロイドだから全てのダンジョン回って、全てのアイテム集めて、そしてトゥルーエンディングを見て、でトゥルーエンディングはトゥルーエンディングが結構ね衝撃的なんです。そうなんだ、もう言えないけど、どれぐらいかかったやるの。でもまあトゥルーエンド見るのも10時間かかんないからすぐ終わる。あ、そうなんや。結構詰まったりするの。そうでもない。あれ自分でやろうって気はなかった、トゥルーエンドに関しては。じゃあ攻略を見てってこと、うん、あのめちゃくちゃ難しいパズル取らかなきゃいけない、分かるかよって思うけど、でも分かるようにできてる。あ、うん、でもスーパーメトロイドでも俺はかなり詰まったりしたいや、まあ、メトロイド結構辛いから。辛いよね。 100% クリアして、うん、あの1周目だけですか、2周目は2周目 200% ないパズルがないからね、うん、あの一応あの1周普通にクリアしたデータはそのまま使えるから、普通にクリアした後にもう1回ダンジョン全て回って、アイテム全部取って 100% してもう1回ボス倒すみたいなもんだけど、うん、ニューゲームプラスとかなんない。ニューゲームプラスはないかな、うん、実質的にニューゲームプラスみたいな感じだから。一つだけ聞きたいんだけど、フルコンプ目指さなければ普通にクリアする分には、あ、めちゃくちゃ簡単だと。簡単だ。あ、まあ、僕は簡単って言ってよく怒られるんだけど、まあ、そんな難しくない。そんなに難しくない、うん、あの結構ね、あの探索がメインのゲームだから、そのアクション性は、ね、求められない。でもその探索で詰まることあるじゃん、攻略見なかったら。あ、少しある。でも、うん、でもね、すごくよくできる。だからそこがすごくよくできて、あの YouTube にね、あのね、いかにメトロイドバニアとしてアクションバージが素晴らしいかっていうね、あの動画が上がってて、あのここが怪しいぞみたいなのがね、すごい分かるよ。分かるんだ。ちょっとやってみたくなって。しかもあの僕がすごい感動したのは、その部分のデザインってもうトータルのデザインだから、例えばボスがいる部屋はなんか赤くなってるとかね、でなんか泡がプチプチできてるのがいっぱいあるとこはなんか実はなんか怪しいものがあったりとか、そういったのがあるんだけど、音もね、音もね上手くて、普通はずっと音鳴ってて、それも作者の人全部一人で作ってるからすごいいい音なんだけど、ボスの前の部屋はシーンとしてるだからもう入った瞬間、あ、これやべえって思うから、すごくその辺のデザインはめちゃくちゃ素晴らしいし、なるほど、あとストーリーも面白い。はい、じゃあ次こう順番でいくか、一作ずつ。ね、多分、まあ、今年の頭の方ですね、まあ、今年発売になってないけど、まあ、去年の、後半でメタルギア、ソリッド5ファントムペイン、今年初めの頃がっつりやってたんですね、うん、はいはいはい、で今でもすごく、まあ、印象のあった、あの今年遊んだなという気持ちのあるゲームの一つで、まあ、あまりそんなにね言いたいことというか、まあ、だんだんもう十分あれですか、あの何をしてやってるんですか、ストーリーを攻略してるのか、うん、全然してない。ストーリーはほとんど意識しなくて、まあ、サイドミッションとかそうでもなく、普通になんかそのサンドボックスの中でトラブルを起こすっていうのはめっちゃ楽しくやってますね。GTA 的な楽しみ方、いろんなやっぱベースとかあって、もうステルスで行こうと思って、どこまでステルスで行けるか、で途中でなんかうまくいかなかったから、もういきなりアクションゲームになった、はいはいはい、じゃあこうちゃんとどのぐらいあのダメージを与えながら逃げれるとか、あの全てのアイテムを探したり、まあ、そういったちょっとコンプリション的な感じで、一個一個のベースをそういう形で見て楽しく遊んでました、ね、ベースでいうとその基地は結構なんかいろいろと進化してます。まあ、そうですね、その自分の基地をすごいなんか
あのカスタマイズできるんですよね。あ、そっちの方か。あのマザーベース。そうそう、マザーベース。あー、そうそう、それはね、そこまで意識してないんですね。意識してない、うん、どっちかというと、まあ、フィールドの中でなんて、まあ、いろいろフルトン使ってあの、うんうん、敵とか回収動物とかいろいろに回収して、はい、もちろんあのマザーベースをちゃんと育てるんですけど、まあそこまで、それよりはフィールドの中でとにかくカオスを追いかけるのが楽しい。なるほど。なので、はい、うん、めちゃめちゃめちゃ楽しいんですね。なので今年あの東京ゲームショーであのメタルギアサバイブという、うんうんうん、まあ、小島さんがいないメタルギアの作品 の、ね、あの、まあ、発表今年やって東京ゲームショーで初ゲームプレイを見せたんですけど、正直あのゲームプレイを見てやっぱシステムとか似てそうでやりたいなと思っちゃったんですけど、あのまあゾンビだろうか分かんないんですけどクリーチャーが出てくるとか、まあどうせストーリーはどうかちょっと分かんないですけど、あの基本的にはコープを主体にしたゲームになるっぽい。そうなんです。そこはいいの、一人でやりたくない、一人でやりたいんだよ。そうか、一人でプレイできないのかな。できないことはないけど、でもコープをメインとしてる感じはするし、うんうん、最近流行ってるからね、ああいうデザインは、うん、確かにね。そうですね、まあ、メタルギアプラスあのモンハンみたいな感じなんですね。まあもうちょっとあの多分いろいろできるゲームだと思うけどね、はい、まあそういうところです。はい、はい、僕は今年で一番面白かったゲームが、まあ、今も多分喋りすぎて喋ったと思うんですけど、まだ日本に出ていないオールボーイという、美しいドット絵の、うん、世界が舞台のゲームです。で、これはね、そのまずね、そのまあ、あの空が舞台なんですけど、その空をフクロウの少年となって飛んで、で足から仲間をぶら下げてシューティングという、まあ、ちょっとメタルスラッグを空中でやるようなイメージのゲームで、だけどその中にゼルダっぽい遊びですとか、あの探索とか謎解きが入ってきたり、でしかも、ね、あの結構感動的なストーリーもあって、もう90年代のゲームが好きな人にとってはすごい夢のような作品だなという印象で、うん、僕が今年遊んだ中では一番面白かったですね、うんうんうん、はい、なんかあの一回クリアしてからもなんかやった？あのね、なんかクリアしてからボーナスステージ的なものがあって、それすげえやってたね。それはすごいやって、それあの完璧にクリアしたと思ってたけど実はしてなかったって、なんかリンゴを全部ねこう通らなきゃいけなくて、で多分ね1個か2個ぐらい外しちゃったんだよね、うん、それを全部、クリアはしました。なるほど、はいはい、そんなところですかね。まあ、ちなみにね、あの IGN Japan としてのあのゲームオブザイヤーのランキングとか、あとジャンル別のランキングとかいろいろ、まあね、あの年内、掲載しますので、多分今喋ってるのは多分、まあ、その中に入らないゲームが多いかなと思いますよ、ね、いやまあわかんないけど、ていうか秘密だけど入るかも、ね、いやていうかオールボーイ日本版ないから入らないとか、そうそうそう、まあ、ルールとして入らないゲームなので、そうそうそう、ね、まあ、それにもちろん入るゲームでももちろん平気なんですけど、うんうん、まあ、ゴッティの方でゲームオブザイヤーの方でいろいろ紹介したり、ね、あの記事の中でいろいろ話は出ると思うんで、うん、逆に言うと、それにもうルールとして入れなかったゲーム の紹介するチャンス、そうだよね、の一つ、うん、確かにウォールボールもそうですね、はい、はいはい、あ、僕別に入っててもいいんだよ。なんで入ってる？でも入ってるかどうか言っちゃダメです。でもやっぱ普通にペルソナ5ですかね。やっぱ一番は。あれが一番個人的に。そうですね。一番遊んで一番ハマったゲームでしたね今年。なんでですか？やっぱシリーズのファンっていうのありますね。アトラスのゲームすっごい好きなんで、そのペルソナシリーズの新作っていうことですごいハマったっていうのあります。やっぱ世界観もすごい良かったし、4のデザインのままあの現代なんだ、うんうん、現代なんとかみたいなストーリーでそのまま来てたので、であとメガテンのキャラクターとかが敵として出てくるっていうのはすごい個人的にすっごい良かったです。あの、うん、ペルソナシリーズ最高傑作ですか？個人的にはそうですね、はい、だからもう次の新作は楽しみですね。今アトラスのスタジオゼロっていう、でもあれはファンタジー、ファンタジーですね、別物だけど、ね、それはそれで逆に楽しみだよね、うん、楽しみですね。世界中とかも結構かなり やってたんで楽しみです。あ、そっか、うん、そうだよね。
何をしてくれるんだろう ね全くの謎だけど楽しい。多分数年先だと思うけど、うん、僕もそんな感じです、はい。じゃあ2作目の2作目が考えてなかった、考えておきましょう、考えてなかったですよ。いやまあ、まあ考えてないなりに一番パッと、これも何回も言ったからな、もうあえて言う必要もなくなってきたかもしれないですけど、うん、まあライフイズストレンジかな。まあ、うん、そんなここで言った、ちょっと言ったぐらい、言ったと思うけど、1回ぐらい言ったけど、ライフイズストレンジはまあまあアドベンチャーゲームだから何回もプレイとかしてないけどね。ただよく人とライフイズストレンジのネタで話をするね。あ、うん、もうそれだけで楽しいっていうか、まあ、あの世界とまあなんか、うん、まあ脚本とか、まあ、あとは本当なんかあのストーリーに関してこれは良かったのかみたいな話はするのはやっぱり面白いし、うんうんうん、まあまあともかく、まあ、かなりエモーショナルなゲームなんですよっていう。泣きました。まあ部分的にはほとんど泣きそうになったね。あのいやあれもうネタバレだから言えないけどね、うん、まあはっきり言ってゲームであんなことをさせるゲームないっていうぐらいに衝撃的なところある。そうなんだ。まあ部分的にはあるんだけど、まああのね、選択肢があるんですよ。あイエスかノーか。でもどっちもひ、いやなんかやばい、やばい、ひどい、ひどい、まあ人間としてはひどいような状況に置かれて、どっちも取れないような選択肢とか取られて、まあなんかね、そこの話で どういう選択肢だってみんなやった人言うじゃん、話し合うじゃん、はいはいはい、クリアしたどうし、はいはい、みんなそこの選択肢がちょっと悩みすぎてタバコ吸いに30分考えたっていう人が普通にいるからね、はいはいはい、このゲーム、はいはいはい、あとそこでやめちゃう人も多分いると思う、ね、辛すぎて、はいはいはい、なんでまあやった方がいいですよ。まあ第一章までクリアしたけどね、うん、そこから進まない。まあ第一章はね、僕もね第一章か第二章ぐらいで一旦放置しといた。あのあこら辺は、まあまあ、まだ出だしだからそんなにねあのドラマチックなことは起こんないんで、うんうんうん、でもうまい導入だと思う、まあね、実際問題は、うんうんうん、はいはい、こちらもねあの今年日本版でまだ出てないのでゲームオブザイヤーとかに入んないんですけど、ヒットマンああめちゃくちゃ楽しく遊んでます。あのねヒットマンは、まあ、チャプターごとで発売されたんですけど、あの、まあ、パリから、北海道まで、6カ所があるんですけど、まあ、世界を回って人を殺すという暗殺ですね。まあ、またステルス暗殺ね、そういうのまたステルス ステルス多いね、ステルス多いんですけど、ディソーナード2もね、うん、楽しくやってるんですけど、まあ、やっぱステルス好きだな。であのヒットマンのステルスはでも違うんですね。そうですね、全然違いますね。アクションになればすぐ あのもうやられちゃうんで、あの本当に ちゃんとステルスでいかないといけないという感じなので、まあ本当に細かい世界観のあるサンドボックスゲーム、うん、全てのその NPC キャラクターが、自分たちのもう本当に人生があるように、みんな自分の動きがあってやんなきゃいけないこと、目標とかあるように見えて、うまくできてるのかと思いますし、うん、あの同じミッション一つだけにしてもあの同じターゲットがいても、自分の、まあ、プレイスタイルに合わせて何回も殺し方とかいっぱいありまして、そう何回も遊べるのでリプレイバリューはすごいんですよ。なので、まあ、日本版は来年だと思うので、おすすめします。めっちゃ楽しくやってます。あのチャプター全部やりました？まだ全部やってないですけど、パリと北海道と順調に、うん、ちょっとずつやってます。お、はい、なるほど、はい、そうなんです。はい、僕は一応まあ今年2番のゲームということですかね、人食いの大鷲トリコ、はいはい、あれ人食い大鷲のトリコか、合ってますよ、合ってますよ、ラストガーディアンでいい、合ってますよ。まだね僕ここ2週間いなかったから多分ここでトリコの話はしてないと思うけど、うんうん、カメラですとか操作ですとかいろいろと問題はあると思うけど、うん、結局それがゲーマーとしてどれほど気になるか次第で、あのこのゲームがいいゲームなのかどうかっていうのが決まるような気がして、うん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 、で僕的にはそれ以上の感動がもう本当にすごくたくさんあったので、うんうん、いや本当にそのゲームとして稀に見るような演出ですとか、うん、特にそのトリコという存在が
僕はもしかしたら自分が遊んだ全てのゲームの中で一番信憑性のある NPC なんじゃないかなという気がします、うん、それはみんなそう言うね、うんうん、みんなそう言ってるし、で信憑性があるだけじゃなくて彼と旅をしていく上ですごくね絆ができてきて、でそれはその本当に現実世界と近い感じ の、 その人間と動物との絆だ、ただそのゲーム の、 その普通の人間同士だとか喋るゆるキャラとの絆とかじゃなくて本当 の、 その動物と の、 その悪い部分も含めてあの関係が描かれてるっていうのが、うん、あのゲームとしては非常に、うん、ではそもそもエンターテインメントの映画でもその、まあ、犬とのなんか暮らしを描く映画はあるんだろうけど、こういう形でそれをそのおとぎ話のような世界観でやるというのは、うん、すごいことだなというふうに思っていて、うん、そういう意味ではすごく僕は絶賛したいゲームですね、うん、はい、私も、まあ、なんていうかなり自分の中であの評価の高いゲームなんですけど、うん、あの一つ思ったんですけど、まあ、ストーリーのその感動とか、はい、キャラクターとのその感動と別にしても、一つ一番多分感動したのはやっぱり、レベルデザイン、うん、上田さんのレベルデザインは別物なんですよ、ね、確かにね、素晴らしい、もう一つのもうその後ろが、はい、もう本当にその場所は存在してるし、存在してる気がするよね、あの確かにすごくなんか細かく出来上がってますし、うんうんうん、あんまりまあなんていうんですかね、戻ってくるところもあるんですけど、はい、そんなない、違う意味でも見えるし、うんうんうん、あのもう本当に立ってるような建物の気がします。だからそこが多分トリコのリアルさと同じで、あの舞台もすごく非現実的ですよね。あのどう見ても現実世界ではありえないような場所だし動物だし、だけど本当にあるような感じがする。うん、そこの表現のうまさっていうのは確かにあんまり上田さんの作品以外にはそこまで信じられるものってないなという感じはしますね、はい、そんなところです、はい、はい、あ僕はね2番目ですよね、なんだっけや、あなたあれじゃん、ディゾナード好きなんでしょ、ディゾナードあげてもいいけど俺が言っちゃった、あるからね、でもディゾナード2は確か面白かったですね、まあ、自分で選んだよ、俺が選んだって、かなり最近遊んでるやつですけど今もまだ続いてて、クリア直前かな今、あのだからすごいもともとシリーズは好きだっていうのもあるんですけど、これもそれのまあ最新新作が出て、でまたあのコルボは主人公、コルボとエミリーか、王女の、うんうんうん、王女がもう数年15年後の姿で出てきて、その今王女を使って、あ王女を選んで進めてるんですけど、やっぱ世界観とかはそのまんまで、なんかすごい絵作りもすごい綺麗で、なんか芸術みたいな、一枚ピッと静止画撮ったらもう芸術作品みたいな感じぐらいのちゃんとしてる、ちゃんとしてるっていうかすごい綺麗で見どころ満載ですね、新しいエンジンっぽいよね、あれ、なんか発想はほとんどあのバルキリアの新しいやつに似てて、油絵じゃないそうなの、まあ、そうなの、油絵レンダリング、若干それっぽい雰囲気ありますね、結構リアルな感じがして、いやそんなことないんだ、リアル、まあ元々は結構トゥーンレンダリングっぽかったんですよ、あの前作のね、はいはいはい、であのだから結構ベタっと塗ってる感じだけど、今回は結構タッチ に味がある感じの絵作りになってて、うん、ちょっと違う前作と、ね、だいぶ、うん、変わって綺麗になったけど、うんうん、でも全然フォトリアルではない、フォトリアルではないんか、うん、フォトリアルではない、うん、ちなみになんか今回さ、あの前作と比べてその街並みとか、あ街並みはいいです、充実してるって話聞いたけど、充実してますね実際、うん、そステルスじゃなくて普通に探索とかは、最初の方はできますできる、途中からまあ敵のエリアって出てくるから、探索するためには全員殺せばいいんで、うん、それだけまでね、第一番難易度下げればいい、前のハードルが高すぎだ、難易度ではあるよそういうのは、あとだから、うん、あの普通に発売前から話題ですけど、クロックワークマンションっていうところがすごく面白いレベルデザインで言われてて、あ、はいはい、そのいわゆる機械仕掛けのマンション、うん、仕掛けで変わってくるんです部屋が、そこがすごいスペクタラル、もう見かけ上すごいですね、やってます、確かにあそこはすごいです、仕掛けでどんどん部屋の構造変わっていって、なるほどね、うん、大変そうだねそれ、なんか迷いそうだね、あそうですね、いろんなとこ見なきゃいけないですね、あ、うん、でもまさになんかスチームパンク的な世界観の、ね、なんかかなりレベルデザインでは一番極まったもんだ、あそこは一番映像だけでもすごい楽しかったな、うん、なるほどです、はい、じゃあ3作目、3作目ね、
また回ってきたけど、もう何あげようかって迷いますけど、まあずっとあの後半ね、あの遊んでたスマートフォンのゲームで、これも前一回言いましたけど、あの、まあ、まだ日本語になってなくて、僕中国語で遊んでるという。Angry Birds。違う。なんで日本語ないの？まあ、Angry Birds 日本語なくても問題ないけどね。確かに。あのこれがね、あの崩れ牌？そんな読み方しないから。Flappy Bird。フラッピーバードやんないし、あの、まあ、あの日本語であのあのリリースされることに なったんでよかったんですけど、あの日本語では、崩壊学園っていう名前でもともとやってたゲームの次だから崩壊学園3になりましたけど、今プレイしてるけど中国語でなんて呼ぶか分かんない。あ、なんて呼ぶの、まあいいや、それはどうでもいいですけど、うん、まあ法なんか書いてある時もあるね、法これで書いて呼ぶのか、はいって呼ぶのか分かんないけど、あの杯っていう字書いてはいって呼んでるのか、はいはベイって読むのか、いいやそれは。まあ、あのスマートフォンのアクションゲームめちゃくちゃよくできてますよ、もう本当に。まあ普通に日本でも今もう話題になってて、まあ、元々もあのこれの最初のシリーズが日本でも出てて、それもすごいある人気あるんですけど、これは単純にスマートフォンでできる 3D アクションゲームとしてはかなりの出来です。無料なんですか？無料、まあ、完全にこれはフリートゥープレイで、ソーシャルゲームみたいな体力のシステムもあるんだけど、まあ、体力尽きたことないからなんか意味あんのかって思いますけど普通に無料でプレイできるの。そうです。であの基本的にはもう女の子のキャラクターを押しまくってるやつで、その声優も日本の声優最初から中国語版からでついてるんですよ。あ、そうなんだ、はい、で日本語の声優がね、向こうの人が日本語の声優好きだからって。あ、であの普通にあのクイミアとかあとは沢城とか、まあ、普通に有名な人がやってて、まあ、それはもともとの作品と一緒なんですけど、あのなんていうか、まあ日本のゲームっぽい中国のゲームでも全部セリフが中国語だから、もう何書いたか分かんない。そのミッションがね、なんかを 50匹殺せとかも分かんないです。これが非常に厄介だから、僕はあの大岩さんにこれ見せて、これなんて読むのって言って、じゃあそういうことかって言ってやってるんですけど、大岩さんとうちにいる、ね、香港人のスタッフで、うん、なるほど。でもね、本当に中国語でね、僕半年ぐらいやってるぐらい、飽きないぐらいよくはできてます。すごいな。あの一つ一つのアクションが、あの普通になんか普通のまあベヨネッタまでいかないけど、まあプチベヨネッタぐらいは言ってます。俺が一番気になるのは、なぜそのゲームをやることになったのかっていう。それはたまたま、これ前も説明したと思うけど、韓国人の友達がこのゲームをあのピックアップしてて、そのトレーラー見たらすげえよくできてたから、やってみようって言って、わざわざ iOS の海外のストアまで行ってダウンロードしました。なるほど。本当にアクションすごいですよ。あのなんかちゃんとあのなんかその技術が試させるように なってるし、単純だけどね、ボタンは3つぐらいしかないけど、なんかそのギリギリで避けたら、あのこれもほとんどあのベヨネッタですけど、ウィッチタイムみたいにスローになってやったりしたり、あるとキャラはすごいなんかすごいでかい刀持ってるからすごい遅いんですけど、モーションが。でもあのいわゆるスーパーアーマーっていうか、食らっても抜け取りが入んないから、溜めた状態で何発か食らいつつ反撃で超ダメージがあったりとか、そういうね、あのバリエーション本当に豊富です。面白そう。まあね、一人で遊ぶときは一人で遊ぶなんですけど、みんなで遊べるゲームも大好きなんですね。なのであの今年もちろんたくさんいろいろ一人でやったゲームが多いんですけど、はい、あのまあみんなでね、うん、あのまあ、特に毎月ゲームナイトとかあの、ね、社内でやってるんですけど、そこでたくさんたくさん、もうどんなゲームを用意してもやっぱりあのゲームに戻ってきたっていうのは、そのランボはいはい、Wii のね、Wii U か、Wii U で遊んでますね。他のハロウィンも出てると思うんですけど、ランボーは多分2015年の後半ギリギリ出たと思うので、うんうんうん、今年 あのゲームオブザイヤーには入らないんですけど、ランボーが、なんていうんですかね、2D もう横スクロールのレースプラットフォームみたいなゲームなんですけど、うんうん、9名まで遊べるゲームなので、そうそうそう、あの Wii U につながるもの何でも使えるっていうか、ゲームパッドでもゲーム、なんていうプロコントローラーとか Wii コントローラーとか軟着とか、うん、もう全てもうこうつけながらもう本当にぐちゃぐちゃになるんですけど、うんうん、で操作はすごい簡単なので、どんなコントローラー使っても簡単に遊べる、うんうん、誰でもすぐに参加できる。横にランすると攻撃とジャンプだけで、うんうん、でまあ、9名がレースそのスタートラインから
まあ、最後までレースするんですけど、ちょっとずつその背景の色が変わってるんですね。で、なんていう定期的にこう順、はいはいはい、こう順って色が変わったりして、でプラットフォーマーなんですけど、そのプラットフォームも色がついてるので、うん、そのプラットフォームが背景と同じ、背景が、背景の色が変わった時にそのプラットフォームも同じ色だったら消えてしまうので、うん、落ちるとか、本当にカオスになりますね、あのゲームって。なので、もう本当に最後までに行くだけじゃ精一杯なんですけど、他のプレイヤーよりも早くやらなきゃいけないということで、まあ、大パニックになってしまって、うんうん、めっちゃ楽しいんですね、うんうんうん。でまあ、野口さん結構強いなんですね。いつも勝っちゃうんだけどいや、そうですね、あのゲームナイトの時、ね、はい、みんなで一緒に遊んで、あのたくさん笑いながら遊べるゲームなので、そうですね、いいパーティーゲームですね。なので、はい、あのそれはね、遊びながらたくさんの楽しい思い作りました、うん、今年、うんうん、確かにね。あと、ザ・プレイルーム VR もそうなんです。あのプレイステーション VR のタイトルなんですけど、まあ、みんなで遊べるゲームも、うん、あの結構入ってまして、うん、5名ぐらいまでに遊べるゲームがあって、カット&マウスとか、あれ楽しいですけど、あのすごくなんかやっぱり笑いながら遊ぶのは楽しいなと改めて思いました。うんうん、それはあるね。なので、はい、はい、いいですか。じゃあ僕は問題児の FF15 を挙げるとしました。問題児結構評価が分かれるじゃないですか、まあね、このゲームは。まあ、分かれるっていうか、でもいいって言ってる人もまあダメなところは認めてる感じです。認めてるけど、僕はでもね、そんなにまあ、ダメなところもあるんだけど、総合的に評価してRPG 部門では僕は今年一番かなという感じがしますね。それはそのオープンワールドという意味では、いろいろと海外のオープンワールドに劣る部分もあるんですけど、そのプレイヤーに旅をしている気分にさせてくれるという意味では、すごくね、独特なオープンワールドに仕上がってるっていう感じがしますし、そうだね。うん、あとその、まあ、4人のチャラ王の旅なんですけど、その人たち、まあ、最初は結構ムカつくんですよ、いろいろと。その喋り方とか今どきだし、なんか最初正直うざいなと思う、ダリーというもんね、そう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 と思うんだけど、少しずつね好きになっていくんだよね。それもそういう俺が一番嫌いなタイプのキャラクターたちをいつの間にか好きになっていた自分、それを考えたら FF が久しぶりに人間を描くことに成功したなという気がしましたので、で結構その後半で一回仲間割れしたりとか、うんうん、またね、和解してまた仲良く旅したりとかっていう、うん、結構ね人間の描写が、ストーリーはあんまりちょっとねよく分かんなかったけどそのストーリーの中のそのキャラクター同士の絆の描き方はすごくうまいなと思ったので、はいはい、まあ、パーティー4人に絞ってる分ちゃんと、そうそう、確かにそれもあるしね、うん、そう、だから総じて決して俺は結構 FF の中で、うん、多分8作ぐらい最後までやってるのかな、うん、その中ではベスト3に入るんじゃないかな、うん、俺の中では、まあ、結構なんか異端作っていうかさ、変わったもん、変わってるよね。まあ FF は毎回変わってるってことでもないけど、でもまあ結構異端作は他にもあるんだけど、まあ13も異端作か、うん、そう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 すごいな。俺はかなり楽しく遊びましたね、うん、はい、です、はい、はい。あ、僕は考えておいて、僕はじゃあ、あ、タイタンホール2がすごい印象に残ってますね。まだ3作目、初めて FPS が上がりました。そうですね、今回タイタンホール2は今回まあ、前作にはなかったキャンペーンが導入されていて、そのキャンペーンにすごい惹かれました。楽しいですね。楽しかったです。やりました、うん、やりました。あ、そうなんだ。最後までやってないですけど、タイタンとの絆というか、そういった部分が描かれて、まあ、最終的にいろいろあってタイタンがやばいみたいな部分では本当にちょっと悲しくなったりする部分もあったり、なんか予想よくでき、なんかなんだろうね、映画っぽいですね、ちょっとストーリーは、うん、多分。あれ、オンラインは今回はどうだったの？あ、オンラインも楽しかったですよ。楽しかった、楽しかったね。でもまあ前作やってるからっていうのはあるけど、AI が減ってるのはちょっと残念だったかなってのあります。じゃあオンラインに関して言えば前作の方が良かったんだ。僕はそうですね、前作もっとシンプルでよく まとまってたと思います。なるほど、ね、今回結構やっぱカオスですね、割といろんな新しい要素を取り入れた分、うん、でもまあうまくできてと思います、はい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 、はい、3作ずつ上げました、ね、3作ずつ、そうですね、上げましたので、まあ残りで
まあ言わないといけないと気持ちのあるタイトルあれば、あのね、あのちょっとだけ一口ぐらいリストアップしていいかなと。あのなんかどっちかというとやんなかったっていうか、もっとやりたかったものはいっぱいあるんですよ。で、あの上げなかったのは、僕はあの常に思ってるのは、常に一つのゲームをスコアアタックなり上手くなるであり、ずっとやってたいって気持ちが強いですよ。いろんなゲームやるよりも、ね、いろんなゲームやりたいんですけど、あの理想は1日1時間そういうあのコンペティティブなゲームをやってて、あと1時間が対策ゲームやってて、あと1時間がインディーゲームやってるぐらいがいいと思ってたけど、それがねあんまできてなかったのが残念で、前半は今年の前半はあの僕がベストでも挙げました、あの恋姫演舞っていうね格ゲーをね結構やってましたけど、途中からやれなくなったし、まあその前の年とかはリーグオブレジェンドやってたんですけど、もうそれもやれなくなっちゃったんで、でどっかのタイミングでオーバーウォッチを始めようかなと思いつつも結局始めなかったから、今はねそういうゲームをあんまりやってないです。そういう対戦マルチ系、マルチでもいいし、なんかいつもやり込みをするゲームをやりたいなっていうのは思ってて、来年はなんか必ずやりたいと思ってます。スーパーパンチアウトいいよ。いやそ別にスーパーパンチアウトでも実際いいと思うんですよ。あのその自分がねそこで向上してるっていうんだったらね、そういうゲームをねやりたいなと思ってる。はい、なるほどね。私の方ではまあちょっとだけ触れたいっていうか、うん、多分日本国内でそんなに評判上がんなかったと思うんですけど、ドゥーム、あードゥームね、ドゥーム復活してさ、もう戻ってきた、まあ、前半だから、ね、ちゃんとしたドゥーム、うん、楽しかったと、ザ・トモロー・チュールドレンが、はい、まあね、あんなに数年かけて開発したゲームが、まあ、リリースされて、そんなに大きいファンフェアがあんまりね話題にならなかったね。まあ、うん、まあ仕方ない部分もあると思う、うん、やってました。うん、今はあれもある意味あのオンラインでずっと続けるゲーム、まあ、そうですね、そうなんです、頑張ればそうだろう、ね、コンペティティブな部分とはちょっと違うかもしれない、うんうん、楽しいと、スター・ウォーズ・バトルフロントの、まあ、DLC 結構いろいろ今年でできてうまくできたかなと思って、うんうん、例えば一つはね、ジャバ・ダ・ハートのパレス行くの、それは何をするんですか。あのまあ普通に戦うんですけど、あの戦いながら、あそれはねジャバのあのスローンのエリアとか、うん、まあぐらいなんです。シリーズが好きな人には観光、はいはいはい、バンドは演奏してないですか。バンドいる、バンドは演奏してないそれで面白くないね、演奏したいよね。ね、分かんない、邪魔になってくる、うん、邪魔になってくからあいつを殺したらその楽器鳴りやむとかさまあね、うん、ちょっと今まだまだいろいろ面白いことできそうだけど、オーバーウォッチ、オーバーウォッチ結構ね最初出た頃がっつりやってみまった、やってみましたけど楽しかったとか、おうおう、アンチャーテッド4をクリアした人いる。この俺はクリアちょっと前ぐらいまでは行った、クリアはしてない。俺アンチャーテッドやったことないよ、うん、全部やったことないんだ、うん、全部やったことない、やらない、私4途中までやって飽きちゃった、うん、あ本当、うん、でも4すごい気になった。俺4はシリーズで一番好きだな今のところ、うん、にしても最後までいかなかった。そう、ワンツースリー全部最後まで行ったのに時間がなかった。そうだ、時間がなかっただけです。あ、そのあと、マルチが追加されたのも結構評判いい。あ、そう、マルチは前からあったっけ。あったけどあんま評価良くなかったかな、うん、今回はマルチも面白いという話だったね、うん、あとは問題児ゲームというと、はい、ノーマンズスカイ、僕の中で非常に響いたゲームなんです。大好きだった。ああそうですね、まだその新しい、まあ、パッチが来てからまだ遊んでないんです。やりたいんです。2016年一番の問題児じゃないかそうなんですよ、だってあのスタジオってすごい、ね、大変そうですね、これからの、まあ、まだ続くからね、うん、そう、まあ、信頼性がちょっとなくなったところもあるんですけど、まあでもね、そこまでひどいかと私個人的には思うんですね、まあ、あの別に、まあ確かに、入ると言ってたフィーチャーが入ってないところはずるいと思うんですけど、はいはい、あったんだそういうの、うん、だけど、まあ、ゲームとしては結構楽しいと思いますよ、うん、まあみんながなんかやっぱりちょっと想像するものが別なもんになっちゃったとか、うん、マーケティングだよね。僕はなんかあのコンセプトからしてあまり自分の興味には惹かれなかったから、うん、俺もない、うん、と、レイズインフィニット、やっぱり
良いゲームでしたね、うん、僕も好きです、はいはい、とその続きでサンパなんですね、本当に同じジャンル、同じ日に同じジャンルに、まあ、ジャンルが近い、似たような、うん、しかも2つともプレイステーション VR 対応、そうだ、ね、で、まあ、両方とも同時に言ってましたけど、ね、サンパもね面白かったね、うん、あのなんていう、まあ、音ゲーの好きな私には、うん、音ゲーの好きな私には良かったです、はい、スーパーマリオランたくさん楽しくやりました。そしてポケモン GO も最初の段階だけ今は全然やってないけど最初楽しかった段階だけ楽しかったっていうのは、うん、遊ぶのにそんなにゲームとしてはそこまで面白くはないけど、まあ、そじゃ移動するのがゲーム、最初の1日が楽しかったかもね、僕もそんなもん、自分の住んでる街とか改めて違う目で見るとか、うん、あそういったなんかスタチューとかあったっけ、そうそうそう、あれは面白い、ね、だから別にでもポケモン関係ないじゃない部分あるよね、うん、まあ、イングレスでもいいのかもしれない、ポケモン関係なくても良い体験になってるやそれはそれでいいと思うけど、なんかあんまりその新しいその自分の地元の発見という面白みが長続きはしなかったから、まあそれはそうかもしれない、うん、あとだって結局さやることがさそれほどさその後の手続きが魅力的じゃないからね。そう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 。まああとはね、あの世界的にすごく、まあ、話題、超話題になったゲームじゃないですか。で、うん、もう普段あまりゲームの話はできない人とゲームの話ができたとか、まあ、そういうところが結構面白かったです。そうね。はい。ダークソウル3とか、プロジェクトディヴァ X とかルミネス、新しいルミネス、全部あげて、全部ルミネス、スマホ版のルミネス出たんだよ今年。素晴らしい。いつですか。あ、出てたね。いつ？出た出た。夏ぐらい出てたわ。そうなんです。とか、うん、まあ今年ね最高なタイトルいっぱいありすぎてね、話しきれないので。確かにいいゲームだった。いい1年だったかなと思う。うん、そうね。はい。そういう意味ではね、ある意味で超ひどい1年だったけど。なんで？なんで？周りの話で考えるとね。デイビッド・ボーイからジョージ・マイクルまでひどいってか、まあ、悲しいヨーロッパの離脱とかイギリスがね、いろいろあったけどね、トランプあ、そっか、ひどい年だったね、それ普段ゲームしかやらない僕は、まあ、ゲームやりたくなった年だよね。あ、確かにね、ゲームの世界に逃げたいと思うような、うん、確かにね、はい、まだ残りある。僕はもう全部言っちゃったよね。谷さんも全部言っちゃったもん。さあ、今年一番まあ話題になったニュースとかにちょっとまあいろいろ話したいなと思うんですね。すごく適当な順番でリストアップしたので適当な順番でいきましょうか。適当な順番。え、うん、じゃあまずどうしようかな。じゃあハードな話とかゲームの話とか。まあハードから言ったんじゃないですか。うん、じゃあまずまあ今年 Xbox 360と Wii U の終了。ああ、まあまあそこはありました。まあ、Wii U は早かったですよ。早かったんですよ。Wii U は早かった。まあ360はまあまあ仕方ないというか、うん、まあその切り替えだからさ。うん、Xbox One 売れなきゃダメですよ。うん、確かに。だ Wii U はまあみんなちょっとビビりましたね少し。そうですね。出たのいつでしたっけあれ？だって Wii U まだね。4年ぐらい。そうだし。まだ2012年。スイッチまだ出てないし、ね、まだなんだまだ。G 世代じゃなくて、うん、まだ同じ現世代、そうだね、まあでもそれこそやっぱりスイッチさせたいんですよ、うん、どちらかというと、そういうことですね、仕方ないですよね、うん、ちょっと Wii U は任天堂ハードの中でもかなり短命かつソフト数が少なく、うんうん、ちょっと、うん、と言ってもさゲームキューブとかとさほど変わらないよね、ね、年はね、うん、年は多分、ただタイトル数はタイトルはもっと出てたと思う、ゲームキューブ、ゲームキューブまだ出てたと思う、結構出てた気がする、で新しいハードで言うと、まあ、まず今年発売されたものからいくと、まあ、PlayStation 4の Slim と Pro ですね、うんうんうん、あと Xbox One S、うん、とあとまあ Nintendo の方からはミニファミコン、ハードはハードは違うけどおもちゃなんで、でもかなり話題になったねあれも、まあ話題だったけど、ちょっと別じゃん、今はもう手に入らないよね。そう入んない。僕一応調べたら、うん、まあ、やっぱりクリスマスとかのやつで買おうとしても絶対無理。そうそう。俺もプレミアがついてる。ちょっと知り合いで買ってほしいって言われて。無茶言うなって、ね。俺いろいろ電話したけど無理だったね。うん、無理無理。僕の知り合いの人はクリスマスの時に手に入れててどうやって手に入れたのって言うウフフって書いてあった。盗んだ。やばい。怖いですね。だから盗んだでしょもう。それがすごいね、すごいおじさんにかお願いしたらくれるかもしれない。サンタおじさん、サンタおじさん、ンさん中身は任天堂の人みたいなね。なるほど、なるほど、はい、あとあれじゃん、
プレイステーション VR も一応ね、そうですね、ハードの一つになりますね。まあ VR の話ちょっと別にしたいなと思うな。なんか結構深いなので、まあ、あと発表されたっていうのはまあ、Xbox のプロジェクトスコーピオと、うん、まあ、ずっと Nintendo NX になってたその謎謎のものがスイッチになりました。はい、まあ2つとも来年発売なので楽しみだな。また2017年ってさ、一気にハードもそうだし、ゲームもすごい面白いのがたくさん出る、ね、うんうん、まあハードがね昔と違って毎年なんかリニューアルする勢いになりつつあるかもしれない。確かにね、そう、まあ、前回も言いましたけどね、スイッチもね、うん、まあスイッチプロが出るかもしれない全然あり得ると思います。そうね、その辺のなんかその世代の考え方そのものを、そうそう、変わっちゃうから、ね、改める必要がありそうですね、うん、はい、はい、まあそうですね、じゃあ VR 行こうか。まあ、今年、プレイステーション VR と、まあ、あまり国内に手にも入んないと思うんだけど、海外だとオキュラスリフトと、うん、HTC Vive、HTC Vive がもう正式ローンチになったんです、ね、HTC Vive に関してはもうどこでもぶっちゃけ売ってますか。売ってます、売ってるよね、うんうん、オキュラスはまあ未だちょっと難しい分。まあでも VR 元祖の年っていうふうに言う人いますよね。元年ね。うんうんうん、まあ元年ね。元年なのかどうか分かんないですけど、まあ2016はとりあえずはハードウェアはね誰でも買えるようになった感じではあります。うん、まだまだそのタイトル数、タイトル数がねまだね。なんていうんですかね。あまり今12月末時点で。話題がちょっと冷めた気が、冷めちゃったね、まあ、我々もあまり使ってないってことで、PSVR も実はねタイトル出てるんですよ、うん、出てるんですよ最近もね、いくつか、はい、うん、この前ね来て作ってたのかって言って、クライテックが作ったアドベンチャーゲームとかね、うん、ちょっとねサンプル版くださいよって言ったけど帰ってきてないですけどすごく残念だけど、俺僕やりたいけどねお願いしてるんだけど、うん、まあなんていうんですかね、まだちょっと様子見のところは全然あると思いますね。まあ来年は本当に結構その、まあ、超大作じゃないけど大きなゲームが VR で出るじゃないですか。バイオとかさ、まあバイオ以外に何かあります、うん、まあバイオですねそうそうそう、バイオは大きいね。バイオが VR でどうなのかっていうのが結構まあ大きなポイントでしょうね、うん、来年は。バイオはねパソコンなんです。バイオはどっちかというとなんていう VR 対応、うん、まあね、マストじゃないから、まあね、多分普通にモニターで十分満足にする。でも VR で全部遊べるわけでしょ。一応ね。そうです、うん、だけどわざわざそのために VR 買う人いるのかと。あ、まあ、それ一本のためには厳しいでしょう、うん、いないと思うけど、でもその要するにそのバイオを全部 VR でプレイして面白いのかどうかというのが結構俺的には一つのそのまあ、VR で本格的なゲームを遊ぶ価値があるかどうかというのが見えてくるような気がする、うん、あ、そうですね、うん、疲れるよ疲れそうまだ、まあまあだから難しいんですよ。だからそこ本格的なゲームっていうことを目指したらそもそも VR のコンセプト合ってない可能性あるからね、うん、だからそこがどうなのかっていうのがバイオとかでちょっと見えるのかな、うんうん、まあでもホラーゲームとして VR には合ってるところもあるので。合ってるよね、絶対怖いよ、絶対、うん、怖いと思うよ、うん、相当怖いと思う、うん。まあでも結構今年いろいろまあいろんなゲームが出てきて、一つちょっとピンと見えたのは、うん、ファーストパーソンよりサードパーソンゲームの方が VR に向いてるなと思いました。え、本当に本当？なぜかというと、例えばなんですけどバイオハザードの、もちろんなんていうまだ製品版まだやってないんですけど、あれデモ体験やったんですね、あの2つ、なんとかビニングアワーと、はい、その2つをやってやっぱりどうしても気持ち悪くなったりして、コンセプトとしてすごい合ってるんだけど実際やってみるとまあちょっと惜しいというところはどうしてもあって、バイオズだけじゃないんですけど、まあ他のファーストパーソンタイトルでもまあ若干出てくるんじゃないですか。どんだけうまくできてるものにしても、いや、まあ本来的にはそのフィールドオブビューとそのどこを見るかってところだから、
ファーストパーソンで、まあ、ていうか、OK、じゃあファーストパーソンで動くゲームですね、うん、あの自分で、まあ、歩かなきゃとか、ね、うんうん、そういったゲームに関してはそうかと思って、まあ個人差あるよ、よくわかんないけど、まあ、たまにファーストパーソンの方が酔わないって人もいるよ、なんか、うん、なんかあまり合理的な説明できない感じがして、人によってやっぱ多分見てる場所が違うから、なんかさ、ファーストパーソンでもそのキャラクターじゃないけど何かのフォーカスポイントがあると酔わないっていうのは実際ある、なのでサンパーってここずっとこうなってるんですけど、まあ一つあの離れてるからもう酔わない、うん、でもサンパーの場合俺はそんなにその VR の貢献を感じられなかった、酔わないけど VR ならではのっていう、まあもともとそういう風に作ってないからね、うん、レースでは感じた、古いステージでも、うんうんうん、まあそれレースの方がフィールドオブビューが結構広いと思うけど、広いのかな、うん、そうだね、そうだね、 OK、はい、じゃあ今年もイベントとかもいろいろあって、E3、6月に毎年ある E3 で、いろいろ発表されて、その中で、まあ、マイクロソフトのカンファレンス一番ね先なんですけど、まあ未だになんか振り返ってみると、なんて印象に残ってるのはやっぱりハードの発表ですね、 1S とスコーピオぐらいですね。マジで俺スケールバーのすげえ気になった。でもスケールバーはあの新しく発表されたわけじゃないです。ああそうです、ね、新しくはないね。新発表。新発表の中で、うん。なんかあったっけ新発表。スケールバーのはすごい楽しみにしてるんですけど。インサイド映像初めて見たんじゃなかったっけ。あれインサイドってそうなの。そうだっけ。もう出たけど。ああ、うん。で、その次は、ソニーなんですね、うん。ソニーのカンファレンスではまあゴールドオブウォーとか。うん、バイオハザード7の正式アナウンス、うん、デス・ストランディング、そうだねスタンディングはそこで初めてそうです、ね、アナウンスされたね、うんうんうん、あとまあみんな期待してたクラッシュバンディクとかそのみんな期待してたファンサービス的なところが、まあ、ソニーは相変わらず数で攻めてきてめちゃくちゃ多かった印象があるけど、うん、多かった、うん、それこそまあホライゾンとかのやつもなんかやってたし、そうだね、新トレーラー出てたね、その後よく分かんなくなってるやつもある、なんだっけあのゾンビゲー、あーあるねあれね、デイズデイズその後何も聞いてないね、謎のままタイトルみたいないっぱいあるけどね、本当そうね、で任天堂の E3 はまずカンファレンスやらず、うん、またデジタルのなんとかやったんですけど、まあ、今年の E3 はゼルダだけという発表から、本当にそのまま、ほとんどそのままゼルダだけの E3 をやりました ね、 そうね、ポケモンサンムーンがちょっと出ただけそうそうなんですけど、まあ、その中で今年の E3 一番話題になったゲームはもう間違いなくゼルダだったんです、ね、そうだね、それは間違いない、ブレス・オブ・ザ・ワイルドという、ね、うん、タイトルも、まあ、発表したんですかね、そうそうそう、まあ私有があったでしょ、私有があった、うん、すごい並んでました、うん、めっちゃくちゃでかかったけどね、私有スペースでかかった、まあ、それだけだったから ねそれだけに絞ったんだもんね本当にブース自体がもう本当にゼルダだけというところ、でもしかもそれで並んだっていうことは相当の人たちが並んだ、人はやっぱりいっぱい来た、うん、多分1日5時間ぐらいの並びがあったんですよ、もう無理って感じだったっすね、朝から行ってもですね、はい、まあ、Wii U 版のゼルダの展示、他のイベントでいうと東京ゲームショーって今年そんなに新発表っていうか、新発表、まあさっき言ったメタルギアサバイブの映像が初めて、まあ、ゲームプレイ映像が初めて出たということ、あとは何かありました、記憶にないです、ないですね東京ゲームショー、なんかあったっけ東京ゲームショー、まあ俺インディーブースずっと回ってるからあんまり関係なかったよ、新しいものはないと思う、続報とかそんなんだった、続報が多かったね、新しいものはなかった気がする、うん、あんまり大きいものに関してはガンダムのなんとかのゲームとか、あれは発表はされてた、超えていくもの、何でも入ってるような無双、あ無双スターズ、スタースターズ、あれあそこ発表だっけ、発表だっけ、分かんない、もうあまり覚えてないよく分かんないです、まあ、あれだ、直前のあれだ、グランブルファンタジーのプレステ4版、
あれは別だよ確か。別だからその事前のソニーのプレスカンファレンスかな、うん、ちょっと数日前、うん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 、RTGS に入れていいんじゃないのか、入れちゃう厳密は違うけど、ね、あの後どうなったか気になるね。あの後どうなったかは誰も知らない、まだ発表は特にされてないですね。なんかそろそろ、うん、あの教えてください。あとだから勇者 VR とかもあの時じゃん。あ VR はすごいいっぱいあったし、あそうですね、あのなんか発表もそう、発表、うん、発表もその事前のソニーのやつで、うん、あそうかそうか、そうそうそう、あ事前のソニーのがでかいね。あそこで発表してたんだ。そうそうだそうだです、うんうん、あとそうですね、クラベさんの大好きなずっと期待してたサマーレスのタイトルの正式タイトルの発表とか正式タイトルどうでもいいっす、どうでもいい、プレイアブルでもプレイアブルでも、 でもあれ初めて、あそこで初めて、はいはいはい、あそこでプレイしてすげえいいゲームだなと思いましたがが試されました。はい、じゃあタイトルに行く、あ PSX イベントで言うと PSX プレイステーションエクスペリエンスもあの今月すごかったな、つい最近じゃん、その中でもう The Last of Us Part 2、うん、Uncharted The Lost Legacy、うん、まあ、またはなんていう、戻ってきたゲームとマブカブ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 、まあそうです、マブラムカブ、うん、MVC、 そうそうそう、でもなんといっても PSX は NAC2 でしょ、 NAC2 か、 Year of the NAC2、 2016年の Year of the NAC2、 そうね、NAC は戻ってきてよかったと思う人いや別に待ってなかったですけど、待ってなかったでもね PSX でちょっと言わせてもらうと、僕がすごいなと思ったのは海外のイベントじゃん、うん、日本のゲーム半分以上です、そうね、それは確かに、うん、すごいなと思う、今年はね、うん、結構あったよね、てか何あった2、3、まあ、あの新発表じゃないけど、うん、続報で言うと、ね、ニアだとか、うん、グラビティデイズだとか、あその辺ね、龍が如くとか、パラッパラッパとか、ニノ国、全体の数で言っても半分以上、まあ、かなりソニーさんが頑張ったって感じだね、うん、まあ、そうだけど、でも 2,3 年前の E3 とか PSX とかそういうところでいつもどうしても欧米寄りだった、寄りですね、うん、あの確かあいつでしたっけ、まあ、本当に 2,3,4 年ぐらい前の E3 を見て、あのもう全てのカンファレンスを見て、日本からのゲームは多分1本ぐらいしかなかった、うん、もあった、まあ、それが仕方ないんだと思うよ、うん、仕方ないけど、そういう意味では今盛り返してんなという、そう、うん、まあ盛り返してきたっていうか、正直あのスタートがやっぱりね少し遅れたっていうか部分はある、まあ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 、今年がさ2016年がさ逆に言うと PS4 のさ対策ゲームラッシュだったわけじゃん、うん、国内もね、うんうん、まあ、去年の年末から始めて来年もたくさん来る感じだよね、うんうん、それはなんでかっていうと、だから PS4 のローンチの頃は日本のデベロッパーとかはほとんどタイトル用意できてなかったですし、ね、うんうん、PS4 用に作ってるものなんて、まあ、できなかったから、そうなんだけど、うん、でもその前でもプレステ3がまだ海外でも一番のゲーム機だった頃から日本のゲームあんまなかったんで、そう、まあね、だそういう意味では本当にその世界が注目してくれる日本のゲームが、出てるというのは結構久しぶりのことだよ、ね、うん、ちなみにね、うん、あのそのテーマに関して、IGN 世界のあの30国で編集部があるんですけど、まあ、みんなに聞いて、今年一番、世界がまとめた、求めた日本ゲームは何だったとか、日本ゲームのベストの記事は今用意してますので、そうそうそう、楽しみにしてください。年内じゃない、年明けで掲載しますので、ぜひ、結構いっぱいありました、面白いよね、はい、うんうん、で、まあ、NAC2ってに戻るとね、一つだけ戻るなくていくんですか、なく僕自身もプレイしてあんまりそんなに満足しなかったんですけど、まあ多分あんなにさ評判の、まあ、悪かったゲームの続編作るっていうのは、うん、フィードバックを聞いた上で作るんじゃないかと思うんだ、まあまあまあ、それはあると思いますね、うん、まあ、あの、うん、なんか同じタイトルにする意味分かんないよね、そう、うん、まあね、その世界観とかそのビジュアルスタイルを個人的にあんま好きじゃないんですけど、ゲームプレイとしてちゃんとした昔よくあったほど 3D 用のプラットフォーマープラットフォーマーとして、まあ期待できるかなと思うんですけど、うんうん、まあちょっと若干、ね、まあでも別にあの確かにそのあのスタジオはいいゲーム作ると思うし、そのね失敗を生かしてあれをいいゲームにできないかって言ったらもちろんできると思うよ。だけど
なぜ同じナックをナック2を出すのかっていう、はい、思い入れがあるんだ。そうそうそう。だどちらかというとあナックかじゃあいいわっていう話になると思うから。でも少なくとも見た目はナックだったじゃん。そうそうそう。だからあのねデザインに、まああのデザインだからちょっとあれあるんだよね、うん、思い入れは。まあね、てかアンチャーって言うとねはまあそんなに期待されなかったんじゃないですか。そんなに評判悪かったっけど。ああ、そうだっけ。でも俺ワンが好きだったよ。だいぶ昔の2からあの、ね、まあ、始まったシリーズ。でも言ってもでもナックほどの低評価じゃない。そうそうそう。比べるのは比べるとこは違う。そうですね。比べるのは。とはいえ、ナックはスーパーマリオその年なんだ。スーパーマリオ 3D ワールドより販売ね、あの売れたし。え、マジですか。いや、それは同梱じゃない。同梱版でしょ。日本で同梱版だったし。わかんない。OK。じゃあタイトルいこっか。何が残りなかなかな。まあポケモン GO 先ほども触れましたね。うん、あ、まあずっと期待してる待ってるゲームといえば、今年、30年もかけるあの30年の開発スパンがある。合わせるとね。うん、ファイナルファンタジー15トリコニオ。ミオまだです。ミオ来年ですね。そか、でもそういう10年かけたゲーム、うん、オールボーイ入れますか。誰も待ってない。オールボーイも、ね、オールボーイも10年かかった。 10年、うん、まあ何もしない時は入れるでしょ。ミオ来年3月か2月ぐらい、ね、2月ですかね、うん、OK、 じゃあファイナルファンタジー15やっと出ました。そしてね、人食いの大足トリコ、うん、出ました。今年本当に出たよ、うん、そうね、そう今年多分、まあ、入る段階で出るかどうか分かんなかったですね、うん、あ、まあトリコに関しては怪しかった、ね、トリコは怪しかったね、うん、まあ、トリコは E3 2015の時に発表したからもう出すしかないなというとは思ったけどね、うん、でもあれまではもう出ないと思ったけどね、うん、あれが、うん、あのアナウンスがあるまでは、はいはいはい、まあ両方ギリギリいいんだよね、うん、あの残りの1ヶ月ぐらいでギリギリいいというのはギリギリ2016年の、そう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 、発売できた、そうそうそうですね、おめでたいことなんですね、うん、なんかもう一本そういうゲームがあった気がする。ニオじゃないの。いや今年出たやつで、なんだっけ、今年出たやつで何年ぶりってやつなんかあったけど、まあいいや忘れた。竜じゃなくて、竜は毎年出てるんだよ。本番のルミネスまあ、まあ、言っても10年ずっと開発してたわけじゃないから、じゃないけどね、まあ、もちろんそうだけど10年待たしたということだね。そうです。あとは、あ、まあ、あ、これタイトルじゃないか、まあそのぐらいかな。あのニュース性で言うと、リオのオリンピックで安倍晋三が、あのマリオの格好をしたの、もう忘れてましたよ、リオオリンピックのことは。今思い出したよ。というのはなんていうんですかね、あの、まあ、あのスタントに関してはどうかとよりは、まあ2020年に向けて、やっぱり日本の文化の一つとしてゲーム大事だなと、まあ、みんな改めて気づいた、ね、というところは、まあ、あの誇りを持って思える。じゃあやっぱりあのストリートファイター5ぐらいオリンピックの種目にしなきゃだいいね、e スポーツだ ね、 いいね、入れたいですね。それはいいと思う。それは日本は勝つかもしれない。ストリートファイター5ならね他のタイトルはかなり厳しいからね。ストリート5はいい、まあ、でも勝つとは限らず、全然限らない。いやいや、まあ勝ってないもん、エボ負けたから、ね、負けた。でもそれでもまあ2位までいってるから、うん、全然日本勢は傾倒すると思いますが、うん、はい、まあね、なのでオリンピックまであと3年ぐらいじゃないですか。3年、まあ、3年か、3年ですよ。もう2017年、マジで、まあ、3年半だね、マジでやばいやん、ね、その中でね、それが終わったら俺オランダに帰るわ。どういうゲームが注目されるか、どういう、例えばオープニングセレモニーとか、どういうふうにゲームが絡むとか、まあいろいろ楽しみだなと思いますし、うん、多分、うん、まあ海外が日本を見て日本のその文化を考える時の中で、まあアニメもあったり、多分古い文化とか寿司とか和食とか伝統 ね、うんうん、伝統的なものもたくさんあるんですけど、その中でマリオも出てくるというのは、確かに、もしかしてポケモンも出てくるとか、うんうんうん、シェンムーとかも出てくる、シェンムー出てきてほしいな
デスストランディングも出てる、はい、みんなこれ誰の真似してんだろうって言ったらシェンムーだったシェンムーだったすげえそれもしだったらすげえわナック川じゃん、ナックか、ナックはどこのもんかよくわかんないですけど本物のトリコを作ればいいな、オリンピックに。あーいいね、みんなさすがにトリコ知らないからね、まだね。そうね、うん、トリコいいよね。まあなので今年そういったことでやっぱり、まあ、ゲームは大事だなと、うんうんうん、思えるニュースがいっぱいありまして。そうだね、それはそうだね、なんかいい年だったと思う、ゲームにとっては、うんうん、まあまあかなりね、うん、いっぱい最高な1年だった、いっぱい出たし、うん、クラシックの1年だった、うん、そうですね、という気がします。確かにそうですね、2017年も期待できるタイトルいっぱいいっぱいいっぱいありますね。俺言っとくけど、うん、人生で一番今のところ1年間で期待してるゲームシェムスリー、いやあのシェムスリーだけじゃないあの僕の一番好きなゲームシリーズトップ3は全部新作が出るので、ドラクエとゼルダとシェムだから、その辺にとっては最高の1年になりそうで、ね、やばいね、そのうち1本出ないけどさ、いや出ない、まあ、シェム出なそうね、シェム、ね、そのうち1本出ない、確かにね。私レッドデッドリデンプション2、いいですね、本当にすごい年だよ、うん、レッドデッドね、2017年早いな、早いですね、発表から1年信じられないわ早いかな、だって GTA5 終わってから結構時間経つ、まあそれはね、いやでもずっと、いや GTA5 とは別のスタジオだと思うけど、うん、あそうなの、完全別のスタジオ、オーストラリアの方じゃないかな、じゃあなおのこと、いや ただでもそんなさ立て続けに作ってないと思うんだけど、立て続けって言ったって、でもあの人たち最後にゲーム出したのいつじゃ、あのスタジオ、いやでもそれでもまあ結構間空くしすぐプロジェクトが進んだと、あとは2017年楽しみにしてるタイトルもまだある楽しみ、はい、ささっとバイオハザード7 来月バイオハザード7、いや僕はなんかすごいあのニッチなやつをいっぱい言ってたけど、あの、まあ、そういう記事もねあの作ってますんで、うん、そこと被るとネタバレになっちゃう、ネタバレになっちゃう僕はマスエフェクトアンドロメダですね。ああ、そっか。あとは個人的にデウスエックスとか、ついに日本のアナウンス出たんで。デウスエックスはようやくねアナウンス来たんで。あのうん、でも日本でね、うん、遊べるぞ。あのね最近スチームですでにね半分ぐらいの割安で売られてた。あ、そうなんですか。買っときゃいいな。なるほどね。ということで、はい、2016年でしたね、あの、はい、今年最後のしゃべりすぎゲームは来週、しゃべりません、しゃべりませんそう1月3日、まだね会社休みとしていないので、はい、しゃべれないんですけど、まあ、その間たくさんゲーム遊んでると思うので、うん、その間家族としゃべってください。そうですね、すいません、皆さんと今週末も、ウィークリーフィックスもないです、うん、あのはい、今週末というのは、12月の30日はないんです、なので、まあ、動画コンテンツとしてまだまだありますけど、年末のもの結構、ね、はい、うん、ま、出ますので、今年、ね、あの最後まで、うん、しゃべりすぎゲームも見ていただいてありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。長くあの1時間程度の番組で、今日は、はい、今日長いですね。ぐちゃぐちゃのあのなんていう、まあ緩い番組なので、あのもう最後まで付き合っていただくのは非常に嬉しいです。あの、はい、皆さんね、良い年をというところです。お過ごしください。はい。なので来年まで。良いお年を、良いお年を、メリークリスマス、もうありましたよ。